とりあえず明日、明日ね、どうすればいい？昼長って来れます？ん？お昼。あ、ちょうど明日は在宅勤務なので、大丈夫ですか？お昼に。じゃあ12時前後ぐらいに一回ちょっと面会に来てもらっていいですか？それでその時点まででどんな様子かお話ししますので。でこの後測んといいんだけどね、今んとこあそこに入ってるので多分 10g ぐらいなんだけど、70g ってことで測りました。最初 10g、2回目 20g、3回目 40g、無理やり靴にあれを注射器で入れたらなんとかもぐもぐして園芸で飲み込んでくれるんで、もうそうやってとにかく口から栄養を取らせながら取れる範囲でね。で取らんとさ、管理微動詞食べんともっともっと悪くなってさ、どんどん横断が進んでっちゃうんですから、点滴と栄養補助が一番ですよ。でその上で吐かんように吐き気止めとか、それから炎症作用の薬とか、それからステロイドも使ってます。こんだけ大流れで肝臓が弱ってる場合にはやっぱりステロイド結構有効なんで、きっこにはね。だからちょっとステロイドを使って炎症を沈めると、一番の炎症を抑える薬がステロイドです。炎症作用って大きく分けると、ステロイドとステロイドじゃないのと2種類あるんですよ。まあ、ステロイドじゃない非ステロイドの炎症作用薬は N セーズって言うんですけど、まあ、それもそこそこ効くんですけどね。でもこのレベルでは、その非ステロイドでは効かないんで、なかなかステロイドを使わせてもらってますね。また、起きるぐらいにまた明日連絡で、携帯だと出れないんで、なかなか病院の方に電話ください。とりあえず明日、お昼ぐらいに一回来てください。結構昼も混んでる感じ。明日は休診です。ああ、だから、はい。でも治療はしてるんで。わかりました。明日12時に。12時から来てください。じゃあこれ一応お渡ししますね。それからちょっと概算出しておきますんで。ね、はい、あと何かあったら連絡していただければ。もちろん携帯の番号とかってこれでいいですか？あ、全然変わってないんで、はい、でご自宅は5609です。あ、これね、使ってないで、あるんですけど使ってないんで、こっちしか通じないです。あ、そうですか。でもこれいつも持ってるんで大丈夫です。はい、わかりました、はい、じゃあ何かないようにはしますけど、もし何かあったらこちらに電話しますね。はい、じゃあちょっと概算説明だけ受けといて、はい、あ、ちょっと入院の手続きもちょっと取りましたね。はい、じゃあちょっとお待ちください。